おはようございます。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。木下青魚店の娘、お魚娘です。魚屋の娘として生まれ育った私は、幼い頃からいろんな魚と触れ合ってきました。そのため魚にはちょっとうるさいです。このチャンネルでは、魚を釣るのが好き、さばくのが好き、食べるのが好き、とにかく魚が大好きという方に向けて、魚のさばき方から魚にまつわる雑学まで役に立つ動画を配信しています。ホームページでも魚の雑学をブログ配信しているので、興味のある方は下の概要欄からご覧ください。それでは本日の授業を始めていきましょう。高級魚キジハタのさばき方。カワスキ、用意するものはこちら。魚はとってもデリケートです。水風船を触るくらいの力加減で触ります。できる限り触る回数を少なくするのがポイント。1軒目、カワスキ。鬼、包丁を入れます。包丁をまな板に押し当てながら上下に動かします。カワスキの完成。皮目の白い部分が見えるまで包丁を入れるのがポイント。ここまで終わったら、布巾で水気を拭き取ります。水洗いをすると、味や食感が落ちてしまうので、注意です。2軒目、骨抜き。魚が小さい場合は、血合い骨を抜くことで、お刺身の一切れが大きくなります。人差し指で骨を探り、毛抜きで骨を抜きます。骨に身がつかないよう、指で軽く押さえながら抜くのがポイント。骨抜き、
の完成。チャンネル登録してね。バイバイ。